そういうわけで、2015年のカレンダーができましたということで、もうご購入いただいた方も、いらっしゃるとは思うんですけども、一応ここで一応紹介の方で、ね、していこうかなと思いまして、撮っておりますけどもね、こういう感じで、なんだ、A4 サイズが1枚、2枚でこれ A3 ですよね。そしてこれを、見開きますとね、見開きますとさらにその倍、さらに倍、なるということで、まあこういう感じで、結構大きいカレンダーになってます。まあ壁にかけていただいてね、4月みたいな感じで、見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。こういう感じで書き込める感じになってますんで、ね、まあ僕のライブスケジュールをどんどん書き込んでいただいて、来ていただいたらいいという、この一石二鳥な感じがいいですよね。うん、まあそういう感じで、あんま全部見せてもあれなんで、まあ、壁掛けカレンダーはこれぐらいにしましてね、続きましてこの、卓上、カレンダーということで、これはね前回と全く同じなんですけども、まあ、前回2014年と同じということで、このね、こういう感じで入ってますんで、この下の部分をこう折っていただきまして、こういう感じで立ちますよね。横から見たらこういう感じかな。まあいいか、まあ、こういう感じで、これはねまた前回と同じで、こういう感じで、なんかちょっと見えるかな、こういう感じでやってます。まあこれでまあオフィスデスク、いや、まあ教室なんかに置いていただいてもいいんじゃないかなと、勉強もはかどりますしね、より一層スタディーハードな、より一層スタディーハードなエブリデイ、エブリボディ、みたいな感じになるんじゃないかなと思います。こっちが、卓上の方が1500円になってましてですね、勉強もはかどって、まあ、ライブスケジュールも書き込んでいただけるようになってますんでね、ライブスケジュールも書き込めるという一石まさに三鳥な卓上カレンダーが1500円、そしてこっちの方が2500円ですよね。このもうジャンボですよ。僕も過去最大にジャンボ、これね、スケジュールバンバン書くんで、バンバン書き込ますからね、バンバン書いていただいて、使っていただけると嬉しいなと思います。はい、というわけでカレンダーの、カレンダーをね買ってほしいなという動画です。カレンダーを買ってほしいなという動画です。さようなら。I'm gonna get you right here.